そこで根を張って水を吸ってしっかり根はついてるけど、そこでもう一回水を控えればまた紅葉は戻ってきます。こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、今日はね、外は雨の音がすごいので、今日は日曜日なのでちょっとお家で撮影させていただきます。いつものハウスから比べたら、うん、ちょっと音をきれいに拾うかもね。そうだね。あとでも光の加減で多肉芋用意してあるんだけど、多肉の色味がちょっときれいに映らないかもしれないので、ね、進んで見えるね、ちょっと、ね、申し訳ありません、うん、ハウスの中だとね、雨の音ってすっごい強く感じるんだよね、うん、ビニールにこうボン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 当たるから、あのただのザー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 じゃなくてポン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 ってなるんだよね。なのですごい激しい雨に聞こえるので、今日は結構雨が降ってるのでお家の中で撮影です、うん、はい、なんかお家の中で自分ってさ、うん、お家の中で多肉を眺めることってそんなにないんだけどね。最近ないよね、うん、ないね。でもなんかこうのんびりさ、寒い日はやっぱりお家の中で寄せ植えとかできるのが楽しいかなって思う。猫見てるのね、うん、そうだね。ね、で福袋もあのチェックとうちご到着いただいているようでありがとうございます、はい、あの喜びの、ね、メッセージもたくさんいただいて本当に良かったなと思ってます。ありがとうございます。石化の植え方についての質問を結構いただいているのでプリちゃんが騒いで明日ね、あのまたさせていただき、お話しさせていただきますので、結構ね、石化の形が扇状だったり丸かったりとか、いろんな形があるので、いろんなタイプでお話しさせていただきます、うん、石化もあの他のエケベリアと同じように管理していただければ全然大丈夫なので、うん、何も変わらずなので、ただ成長点がこう扇状についているっていうだけなのでね、うん、あの他のものと同じように管理してあげてください、はい、で、あのどの苗も根っこが出てから植え付けるので全然大丈夫です。慌てないすごいんだよ、もう慌てないでね。この時期はやっぱりこの植物の適温にならないと根っこって出てきません。なのでお外にずっと置いておいてもなかなか根っこって出てきてくれないけど、室内の暖かいところで育成にちょうどいい気温になると根っこが一気に出てきますので、そういうところで管理してあげて、根っこが出てきて春に向けてお外に出してあげるのも全然いいと思います。で、根がしっかりつくまでの間はそんなに外にすぐ出そうという気にならないで、明るい窓辺とかで管理で全然大丈夫です、ね、うちもワンコたちがいなければ全然飾りたいんだけど、何しろワンコがみんな土からほじって持ってっちゃうんだよね。特にね、ブリちゃんが植物を加えて持っていくのがすっごい好きで、パンちゃんもそうだったんだけど、多肉を鉢の上に置いとくと多肉だけ持ってっちゃうんだよね。それがすごいね。今だってね、観葉植物とか結構いいやつをね、平気で抜き詰まってっちゃうもんね。出ちゃうんだよ。帰ってくると、仕事から帰ってきて家ってこう見るとサンルームがちょっと間違って開いてたりするともう大惨事になっていて土まみれで、ね、そう、どの力でそんなに抜くのかなっていう。結構なんか大事にしてたランとかもこの間やられてしまって、あ、もうショックでショックでね。毒性がないものだったらね、まだいいけど、例えば食わず芋系とかさ、ああいうのってちょっと毒があるものだから、そういうものはね、心配になってしまうのでね。だからエケベリアとかもこうディスプレイとして飾りたいんだけど、絶対食べちゃうからそうだよね、横浜行く時だってコロちゃんがね、寒天食べちゃって、そうだよ、そう、販売できなくなっちゃったからね。寒天持って行ったら成長点食べちゃって、2代目にしばらくの間青虫って言われてたからね。ね、せっかくさ雨がさ、静かで家の中入ったのにさ、ね、こいつらがうるさくて、ワンパクたちがすごい暴れ回ってて元気いっぱいですね、うん、で、ぎゅうぎゅうの箱詰めセットとかも、もう皆さん本当に綺麗に寄せ植えとかしていただいてありがとうございます、はい、基本的にはこんな感じの苗でお送りさせていただいてたんですが、うん、中にはね、小ぶりなものが隙間に入りますって言ったように小ぶりなものを入れさせていただいてます、うん、で、小ぶりなものはちょっとシワっぽいものもあるので発根させて水分をしっかり吸わせてあげてください。結構ね、もうシワっぽくなってるものほど発根が結構進んでるので、うん、もう植え付けて寄せ植えに使っていただいて全然大丈夫です。で、今ね、ちょうどこんなの見つけた。この時期でもほら、バラバラ。ね、でもこれ1個だけだから、それもなんか不自然だなと思って、ね、蒸れてしまったのか、うん、ね、
ってました。こんな感じでバラバラになる時ってこうやってバラバラになってしまいます、うん、ちょっとポンポンってつついただけでも本当にね大げさに言ってるんじゃなくて葉っぱがパラパラパラって起こっちゃうんだよね、うん、そういう時ってもう芯までやられてる時なのでもしこういう風になって葉差しの葉っぱが取れそうな場合は取ってあげてもいいんだけどもうこの中心点までバラバラになってしまう時っていうのはもう葉っぱも取れないような状態です、うん、なのでねこれが少しの段階で見つかれば一番いいんだよね。葉差して取っちゃえばいい。何枚かってくらいでね、うん。なので本当に日々の観察って大事だなっていうふうに思います。うん、ねちょっとこれから置くね。はい。こういうふうにね、突然なっちゃうんだよ。かわいそうだけどね。ねみんなコロンコロンでかわいい。あ、そうだ。あとこんな質問もインスタでいただいてて、うん、肥料をあげるときは活力剤はあげなくていいのですかとか、あと活力剤を使ってるから肥料をあげなくていいんですかとかよく聞かれるんだけど、自分の中で肥料ってもともとこの自分で作った用土、培養土、花の培養土を組み合わせて作ってるので基本的にその培養土で補ってしまってるようなイメージでやっています。で、どうしてもやっぱ大きくしたい株とか花を咲かせたい株、あとはちょっともう少しサイズが欲しいなっていうやつはコウモリとバットグアノ入れています。追加でね入れてるんだけど、やっぱり肥料分が多すぎると紅葉をしない原因になってしまったりとか、あと肥料固形の肥料だとしても水の回数自分では結構やってしまうので、固形肥料って水を与えて水で肥料が溶けた時にやっと効果が出てきます。土の中に入れただけだと水やりしないと何も効果が出てこないので、その溶けた時にね出てくるので、水やりの回数が多ければ多いほど肥料の効き目がどんどん早く出てきてくれると思います。なので多肉植物を育てる時にはそんなに肥料分強く効かせてしまうと今の時期は特にね紅葉しなくなってしまったりするので、普通の規定の量より若干少なめで肥料って入れてあげる方がいいと思います。追加でもし入れる場合はね、その方がねしっかり紅葉するし変に間延びしない、急成長したように葉っぱがやっぱ長くなったりしてしまうことも肥料多いとねなってしまうので、そこを注意してください。で、肥料と活力剤両方一緒に使った方がいいんですかとかそういうのもやっぱ聞かれるんだけど、活力剤って基本的に肥料の栄養っていうかその養分まで満たないものが活力剤って言われてるのね、一般的に。なので人間で言ったらお薬を飲むかそれともリポビタン D を飲むかみたいな、そんな違いだと思ってください。根本的にしっかり効かせてあげられるのは肥料で、活力剤っていうのは肥料を加えてるのにプラスしてさらに元気がない時とか、ちょっとなんかちょっと様子がおかしいな、なんとなくしょんぼりしてるなとか根がぐらつくなっていう時に活力剤をダブルで与えてあげるとしっかりそこで栄養剤として吸収してくれると思います。やっぱり普段のこのちゃんと栄養が偏ってるような状態で人間がリポビタン D を飲んだからって元気になるわけじゃないので、やっぱり根本をしっかりしてあげるために花の培養土を混ぜ込んだ土なんかで植え付けてあげて肥料をしっかり吸わせてあげるのがいいと思います、はい、偏った育て方をするとやっぱりね、いずれ何かしらでこう機械が出てくることがあるんですね。花の月がやっぱり悪いとか、その年は良かったとしても次の年、次の次の年でまたこうちょっとなんかね元気がない変化が出てくることがあります。なのでしっかりね、まんべんなく栄養素を取れるように人間の食生活と同じだと思ってやってあげるといいと思います、はい、結構肥料と活力剤の違いって分かりづらいよね。液肥なのかそれとも活力剤なのか、しっかり成分が記載されているものは肥料ってこの規定の量があるので、この成分がしっかり入っているものが肥料って呼ばれるっていうものがちゃんとあるので、そういうものに満たないものは活力剤としてされているので、そういうものは栄養ドリンクだと思って与えてあげてください、うん、そういう疲れを取るみたいな、ね、そう、はい、例えばで大げさに言って赤玉土だけで育てました。で、栄養素が偏ってるからたまに活力剤をあげてますってやっても根本がしっかりしてくれないのでなかなかうまく育ってくれなかったり根が張ってくれない。普段のご飯を食べないでリポビタンだけ飲んでるみたいなイメージだよね。例えばグミだけ食べて、たまに栄養を取ろうと思ってそうリポビタンで飲むみたいな、そんなイメージです。
分しっかりと食事もとっていかないと健康にはならない。そう、いい株には育たない。綺麗なこうバランスの取れた株に育てるためには人間と同じようにバランスよく食事をとってもらって、肥料もしっかり入った用土で植えてもらって、その上でプラスして栄養剤を与えてあげるといいと思います。これって結構ね、なんか簡単なようでちょっと奥が深い話なんだけど、まあまあそうだよね。ね、自分ではだからもともとは花の培養土を組み込んだ用土を使って、さらに時期的に花が咲く時期とか花が終わる時期にマンダ酵素を与えてみたりとか、さらにね、ちょっと肥料分少ないかなって、もう少ししっかり育てたいなっていうのは、あのバットグアの植え込みの時に入れて使ってあげるっていう風にしてあげてます。特にあの苗に応じてでもやってあげるといいと思います。やっぱり葉がどうしてもすっごい伸びやすい種類とザラゴン酒とかそういうものに肥料をたくさんあげちゃうと本当にかっこ悪い形になってしまうので、そういうものは肥料分少なめで育ててあげるとか、あと逆に肥料が大好きなカンテとかメキシカンジャイアントに関しては肥料分ちょっと多めで育ててあげるとか、植え替えの回数増やしてあげるって用途に応じて使ってあげるとすごくいいと思います。これって俺の感覚なんだけど、確かにさ、例えば極端な話、これも何度か試したことあって、ね、何年も前にね、赤玉とカルマだけとかで育ててみたことがあって、で、すごい綺麗には確かになるんだよね、肥料切り起こしたりしてさ。で、それがワンシーズン、次のシーズンぐらいまではいいんだけど、長くやってるとそれだけじゃ持たなくなってくるんだよね、その個体が。でさ、結構さ、生産者さんとか言ってさ、これ綺麗ですねとか言って、あ、肥料切り起こしてるのかな、みたいな。あ、肥料切りを起こすと綺麗になるんだみたいなイメージがその時あったんだけど、でも長い目で見るとそれをずっと続けると結構やっぱダメになったりするよね。ダメになっちゃう。だんだんその時は一番マックスの時はすごくいいんだけど、そこからマックスを過ぎた時点から今度どんどん下がっていくようになっちゃうから、そうそうそう、大きくなる栄養素がないからね。そう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 、本来普通に育てていれば紅葉の時期にしっかり太陽の光を浴びてアントシアニンが増えて紅葉をしっかりしてってあるんだけど、やっぱり紅葉時期が終わっても肥料分の少ないもの、酸性に傾いた土とかで植え付けてるとやっぱりピンクに綺麗に色はついてるんだけど、そこからやっぱりね、成長のこのあれが悪くなってくる気がします。例えば酸性に強い、じゃあ酸性が強い土とかでやるとピートモスに例えばさ植え付けとくとするじゃん。ピートモスに植え付けておいてすごく発色はすごく良くなるんだよね。だけどそこから何 2,3 年とかピートモスだけで育てていると、ちっともでかくならなかったり、ちょっと水やりを忘れた瞬間にシワシワになっちゃったりとかさ、下葉がどんどん枯れ込んでしまったり、根の張りがあんまり良くなったりとなくなっちゃったりとかするので、やっぱり普段の植え込みの土ってすっごい大事なんだなと思います。一時的にね、綺麗にさせたい気持ちはすごくわかるんだけど、この時期だから特にね、綺麗な時期だけど、でもこの時期でもやっぱり乾燥をすごくするし、水が欲しそうな見た目に なってると思います、なので暖かくなってね、水やりがもしできるような日が続いたら水やりしっかりしてあげてください。でたっぷり与えるんじゃなくて、土に対していつも言ってるように3分の1、4分の1が濡れる程度でこの時期は大丈夫です、で鉢底から吸水してももちろん大丈夫なんだけど、鉢底から吸水して3分の1、4分の1が濡れる吸水って結構難しいと思います。確かに、ね、なのでそれが慣れてくればそっちで全然、そっちの方が下に根が回ってるからいいと思うんだけど、大きい株はね特にね、それが慣れるまでは上から3分の1、4分の1が濡れる程度で全然大丈夫です、そんなね難しいことを最初からやろうと思っても嫌になってしまうと思うのでそう、ね、そう自分でできる方法でやってみてください。でもさ、健康にさえ育てておけば綺麗に仕立てればいつでもできるからね。そうなんだよ。そう、無理にさ、例えば初心者さんなんかがああいうふうにインスタで見たみたいに綺麗にしたいからじゃあ肥料入れないとかね、こうするとか言ってやると変に健康じゃない株が育っちゃうから、むしろ健康に育ててあげてしっかりしてからでもいくらでも仕立て直しっていうか綺麗に持っていけるからね。そう、なんか自分の中で多肉植物をまず買ったと買うじゃん、1年目買って、まずは自分で買った時はね、まずはしっかり大きく育てる、でその年は買った年はもう紅葉とか全然関係なく、諦めてね、そうもうワンシーズン、あじゃない、1年間通してとりあえず大きくして、次の冬からすごい綺麗に紅葉できるように締めて作っているのがすごく好きです。確かにそうだね、俺もなんか育てて1年目はあまり綺麗じゃないイメージがある。
ね、むしろ最初よりでも落ちてくるのがいいんだけど、また次の年までちゃんとしっかり育てられるとまた、ね、美しさが蘇るっていうイメージがある。そう、うん、最初の年は植え付けてなんか買った時より全然可愛くなっちゃなくなっちゃったとか思うかもしれないけど、もうそれ全然正解な育て方だと思います、うん、その買った時 この例えばこの状態で根を張らせて水を吸わせるってもう無理な話なので、うん、もう根を張って水を吸えばしっかり紅葉も冷めます、うん、で、そこで根を張って水を吸ってしっかり根はついてるけど、そこでもう一回水を控えればまた紅葉は戻ってきます。この買ってないのような状態の紅葉は一回根がつくとそこまではなりません、うん、なのでちょっと中心から冷めてくるね。そう真ん中だけね青くなったりとかすごくします。だけどまたそれ次の年までにしっかり大きくしてしっかりした株にしてあげて、次の冬の時はちょっと控えめに、うん、育てればしっかり紅葉してくれるので、そういう風にしてあげるといいと思います、はい、まずは今のこの時期に購入された方はまず春に向けてしっかり根を出させる、うん、で春のスタートが遅くならないように植え付けを始めてあげて根を出させてあげて、で春にしっかり大きくさせてあげて、次の冬の時に紅葉を楽しんであげるといいと思います、うん、そうだね、ね、それまでは今の間は早く根を張らせようとか慌てなくて全然大丈夫なので、それこそモス用土でもいいんだけど、モスでね植木鉢みたいな中にモスをちょっと入れて、そこに何個か多肉並べてディスプレイして飾ってあげるのもすっごく楽しめると思うので、そういう風にして楽しんでください。わー怖い。なんかさ、すごく、まあ、すごく心配なのってわかるんだけど、あんまりね慣れてない人とかは、でもさ心配して、じゃあ圧力で与えてみよう、じゃあ切ってみよう、根が出ないからこうしよう、ああしようっていう人ほどなんか遅らせてる気がしちゃう。そうなんだよ、うん、逆にこう自然に根が出るまで放っておいてっていうのが一番なんか自然に根が出て成長するような気がする。そう、忘れた頃に本当に根っこ出てるから、あれ出てたんだみたいな。そう1ヶ月ぐらいそのままこうやってポン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 って並べといて、忘れた頃にこう裏返してみると根っこボウボウになってたりするから、全然そんな感じで大丈夫です、うん、まずは、ね、それをまあ真似しろとは言わないけど、うん、こんな感じで育つのでもっとほっといて大丈夫ですよっていうね。そう、本当にのんびりほっといてあげて大丈夫なので、うん、でこういう赤ボイデス系とかは本当に発根が遅いので、うん、他のやつが発根してもこういう硬い系だけ全然発根しなかったりします、うん、それが4月、3月の終わりぐらいから4月ぐらいになると一気に発根するので、うん、ね、全然根を切っ幹の部分切ったりしなくても春までそのまま待っててあげてください、うん、濡れたモスの上に置いとくとかそんなに工夫しなくても春になればしっかり発酵してくれるので、うん、心配しなくて大丈夫です、うん、ね。たださ、こういうぐるぐるこうもう巻き込んで子供がいっぱいあるようなものは、うん、このままもし寄せ植えとかに使うんであれば全然いいんだけど、うん、外してね使いたいのであれば今の段階でちょっと大きめの子供も外しておいて、外した子供も発酵の準備をさせてあげてるといいと思います、うん、ちょうど取ったところの切り口も乾くし、春に向けて発酵もしてってくれるので、でいい春のいい時期にもう発酵のスタートがもう追いつけば全然大丈夫なので、うん、そういう風にしてどんどん準備をしてあげてるといいと思います、うん、ね。今だから慌てず届いた苗はゆっくり見守ってあげて、札のついてる苗もねしっかり発根確認したら用土に乗せてあげる、で水やりを開始してあげるっていう風にしてあげれば全然大丈夫です。はい、やっとプリコラちゃんが静かになってきた。今日多分ね、分かってた、プリコラ動画撮るのプリコラちゃんが気になって話が入ってきませんでした、うん、コメントが来ると思うよ。すごいんだよ怪獣みたい。でもさ、俺これカメラ回す前にさ、うん、ねカメラ回して言っといたんだよね、これからそちらだから静かにするんだよってみんなに言って、分かったって返事はって言ってるのにね、全く聞いてなかったね、うん、だって返事してなかったもんね。パンちゃんもすごい飛びついても返事してたよ。パンちゃんどこ行ったの？ハイタッチして、俺パンちゃんどこ行ったの？どこ行っちゃったか、うん、だから平和になったパンちゃんが逃げてね、うん、そんなことでございます。あ、はい、そうだ、お知らせ、うん、プリコロちゃん、あいいのもう、うん、なんかさ、いつも、まあ、プリコロちゃんのこともっといっぱいね、うん、成長をみんなと一緒に楽しみたいなと思って、ショート動画とかでも上げさせていただきたいなと思ったんだけど、あまりにも多肉とかけ離れすぎてしまうと、そうそうそう、多肉のことが見たいのにと思う人もいるかもしれないので、うんうんうん、ちょっと別で、うん、ブルドッグのプリコロチャンネルっていうのを
ちょっと前に立ち上げて、うん、まあ、ショート動画がほとんどなんだけど、うん、一応アップしているので、よしよかったら、もしよかったら、Vコロちゃん、あのたまには見てください、うん、なんか日々のたまった動画とかをね、うん、そっちで本当はもっとね早く出したかったんだけど、ゆっくりゆっくりと、うん、そうそうそう、だからちょっと時系列的に遅れちゃってたんで、うん、まあ、今やっとブリちゃんがまだ登場する前の動画をアップした段階だったんである程度今に近づいてからここで告知させてもらおうかなと思ったんだけど、うん、ね、まあ、まあ、あれちょっと前の動画じゃないと思うかもしれないんですけど、もしよかったら見てみてください。皆さんちょっと見てください。はい、概要欄に貼っておきます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ可愛い、見てよかったらチャンネル登録も皆さんお願いします。プリちゃん、コロちゃん、なら、はい、ご挨拶してください。こっちこっち、プリちゃんこっち、プリちゃんこっちだよ、こっち、ご挨拶して、こんにちはそんな感じでよろしくお願いします。はい、お願いします。トンズラ、トンズラ、自分自分って言わないで、はい、はい、そんな感じで、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせとか特にない、うん、大丈夫です。はい、はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。